どうもこんにちは、ゆうへいです。さてね、今なんですけども、バイトが終わりましてね、これから帰るところです。タイミーっていうね、あのアプリでバイトしましてですね、まあ9時から5時まで働きました。今回ね、タイミーバイト2回目です。前回はね、午後だけやったんですけども、今日はね、朝の9時から、夕方までやりましてですね、8000何歩稼ぐことができました。タイミーすごいのがですね、その稼いだお金をね、すぐにね、銀行に振り込み申請ができるんですよ。で、前回振り込み申請して多分ね、もう5分とか10分でね、もうお金入ってたんで、かなり早いですよね。まあその使ってる銀行によってね、あの違いとかあるのかもしれないんですけれども、まあ僕の場合はね、ほんとすぐでした。なので今回ね、2回目のバイトで2回目のね、バイト代がね、入るということで、これからスーパー行ってね、晩ご飯何か買ってこようかなと思います。1回目のバイト代でね、血圧計を買っちゃったんですよね。で、今回2回目で、まあ、前回よりもね、多く稼ぐことができたので、ちょっとね、いいもの買いたいですよね、何かしら。まあ、まだ何を買うかは決めてないんですけれども、なんかちょっとええもんを買ってみたいなと考えております。では、さあ帰ってまいりました。とりあえず、おお、いやー、お疲れ様です。久々にね、朝から晩まで働いたなという感じでございます。まあ、それなりにやっぱ疲れますよね。疲れる。やってることはね、大したことないんですよ。なんかその商品をね、組み立てるみたいな作業なんですよね。まあ箱に詰めたりとかあるんですけども、で、その商品組み立てるために、なんつうんでしょうかね、その両面テープを貼り付けてみたいな。だからその両面テープ貼り付けるって言ったって、もう200個300個とかってあるわけやから、もう同じ作業をペタペタペタってね、これずっとやるんで、難しくもなんともないんですけども、まあしんどくもないんですけども、そのずっと同じことをやり続けるしんどさってのはありますよね。なんかこう歩くことはできるけど、ずっと歩いたらしんどいじゃないですか。そんな感じの仕事です。今回僕、まあ、朝から晩まで働いて、まあ、ちょっとはね、まあ、自信がついたというか、なんとかこの体、朝からね、晩というか、夕方ですよ、夕方まで働ける体なんだなということを、まあ、確認できてよかったなと思います。まあ、ところどころね、ふとしたこのその動きをした時に腰がピキっていうことはあったんですけれども、まあまあまあ、どうにかこうにかごまかしてってわけじゃないですけども、まあそのしのいでね、一日を終えることができたという感じですね。これでね、明日まあなんとなく腰の状態が良ければね、まあ今後また別のバイトもね、どんどんね、やっていきたいなと思います。さあ、それではね、晩ご飯なんですけども、これね、お刺身ですね。天然ハマチ短冊、これ買ってきたんでね、こいつを食べようかなと思います。僕ね、お刺身好きなんですけども、まあそれなりにね、出費をね、削ってるんで、ケチってまあめったに買わないんですよね。だけど今日はね、バイトして働いたっていうのもありますし、もう一生懸命ね、ご飯を作るという、そのもうしんどいんで、とりあえず買っちゃいました。しかしこれ一人で、これはちょっと多いかもしれないですね。いやー、今日ね、もうめっちゃ疲れてるんで、なんか弁当でもね、買って食べたらよかったなと思う感じでもあるんですけどね。まあ、なんだかんだ言って、こう YouTuber ですからね、そのバイト終わりのね、この感じも撮って配信したいなと思ったわけであります。バイト上がりの、ルーティン、そんなありますよね。そういう感じのおしゃれな動画をね、作りたいと思いまして、今現在これを撮っております。しかしこのハマチ、よくよく考えたら多すぎですね。完全にこれだって、これ一応お刺身として食べるんで、
まあ、保存しとくという前提じゃないですからね。これ、これ一本を一人でね、一晩で食べるんですかっちゅうレベルですよね。まあまあ、ちょっと今日はね、このハマチをお腹いっぱい食べようかなと思います。はい、今現在こんな感じ。素人がやったにしてはいい感じなんじゃないでしょうか。このね、真ん中の空いてるところに、ちょっとその具材的なものをね、入れようかなと思います。さあ、それでは次に新玉スライスを作ろうかなと思います。本当はね、みょうがが欲しかったんですけどね、売ってなかったんですよね、みょうがが。みょうがが売ってなかったのか、探し方が下手だったのか、わかんないんですが、みょうががなかったので、とりあえず新玉スライス。きゅうりのスライス。次に、人参しりしり。何気にね、これがね、めっちゃ重要なんですよね。なんかこう、手が結構危ないので、このアイテムがあることによって、思い切ってね、やることができます。このアイテムがないとめちゃめちゃ危ないと思う、逆に言うと。さあ、それでは今現在こんな感じ。新玉スライスとキュウリのスライス、そして人参しりしりですね。なかなか美味しそうなサラダっぽくないですか、これ。めっちゃいい匂いしますよ、これ。さあ、それではね、いい感じで混ぜ合わってきたので、このハマチのね、中央部分に盛り付けたいなと思います。どうなるんでしょうか。このハマチもね、単品で食べるんじゃなくて、こんな風にして具材とね、一緒に食べた方が美味しいと思うんですよね。しかしこれ、いずれにせよ1人前じゃないですね、4人ぐらいで分け合いたい、そんな感じですが、まあ僕一人で食べようかなと思います。なんたる贅沢。晩御飯完成。ハマチの、これ、めちゃめちゃ豪華に見えますね、これ。どうでしょうか。そして、16穀米と、まあ、ポン酢と七味ですね。これでいただこうかなと思います。さあ、それではいただきます。っていうかね、これちょっと何本なんでも多すぎるんですけども、まあ、とりあえずどうしようもないので、これね、食べていきます。ハマチですね。美味しそうですよね。これをとりあえず取って、この、サラダですね。僕が丹精込めて作ったこのサラダと合わせましてですね。そして、このポン酢ですね。ポン酢をかけて食べたら美味しいんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。ポン酢少なめで。そしてまあこんな感じで、このサラダとハマチのコラボレーション。これでちょっといただいてみようと思います。では、うまいうまい。なんかね、サラダが美味しいっていう感じです。ハマチ感はあんまないですかね、これだとね。うん、美味しい。なかなか美味しいですね。しかしこのハマチのお刺身を食べてる感じはだいぶ低いですね。このハマチのお刺身食べてる感じ味わいたかったら、多分その醤油ですね。醤油、生姜醤油で食べた方がいいかもしれないです。ちょっと生姜醤油用意してみようと思います。さあさあさあ、生姜と醤油をね、持ってまいりました。これでどうなるんやろな。生姜醤油、これ絶対美味しいはずですよね、普通に考えたら。で、これね、今ハマチを入れました。そして醤油をね、ちょっとかけましてですね。そして生姜ですよ、こんな風にして。これは、ああ、なるほど、生姜をかけることによってだいぶね、なんて言うんでしょうか、雰囲気が変わる感じがします。わさび醤油ではないというね、なんかこう青魚特有の。はい、それでは生姜醤油でいただきます。
うん、途端にお刺身感出ますね。うまいうまい、ハマチうま。うん、おいしい。まあこれだけでモリモリ食べるのもどうなんという感じではありますが、うん、でもうまいっすね。なるほど。まあ生姜醤油で食べるもよし、そのサラダ的にね食べるもよし、そんな感じでね今回の晩ご飯はやっていきたいと思います。結構ねその醤油とかねポン酢でね味が濃いのでご飯も進むっていう感じですね。うん、うまい。まあ僕ね最近高血圧でね、もうこの動画で何度も言ってるんですけども、減塩減塩がテーマではあるんですが、まあなるべくポン酢とね醤油を抑え気味にして、このハマチディナー楽しんでいきたいなと思います。さあさあ、それではですねこれから銭湯に向かいたいなと思います。今日はねアルバイトをしてそれなりに疲れましたんでね、銭湯でゆっくりね癒されたいなという感じでございます。まあ疲れたって言ってもね、体力的にはまあまあ大丈夫っていうか、それなりに疲れたなという感じではあるんですけども、僕の場合腰ですね、なんかね腰が痛いんですよね。とにかく腰がネックです。腰がネックってのも意味わかりませんが、まあ腰が弱点なんですよね。本当はね僕2月はそのバイト頑張ろうと思ってたんですよ。だけど腰をやっちまってなんかねどうにもこうにもうだうだしてしまったんですよね。だけどもようやくね腰の状態が良くなってまいりましたので、ようやくそのバイトね頑張ろうかなという感じでございます。今月というかね、まあもう3月も終わりなんですけれども、バイトねちょっと1ヶ月ぐらいは頑張りたいなという感じですよね。まあバイトじゃなくてもいいんですけれども、何かしらね活動をして、お金をね稼いでいきたいなというところでございます。さあそれではお風呂でねゆっくりしてきます。はい、お風呂に行ってね帰ってまいりました。いやーやっぱお風呂いいっすね。こう働いた後にねこうゆっくりお風呂に入るお風呂ってのがねまたいいっすね。ほんまにこうお疲れ様でしたという感じがします。うん、もうとにもかくにもその腰が痛いっていうのと、あと最近僕ね動悸があるんで、お風呂もねなんかこう前みたいに楽しめにくくなってるんですよね。なんというか途中でねこう動悸がしてきたり、こうなんか貧血というかなんかふらーっとしてきてしまって、なんかねこう体調を気遣いながらのお風呂になっちゃってるんですよ。本当だったらねサウナでガーってね熱くなって水風呂バーンって入ったりねしたいんですけども、なんかねできないんですよ。なんかふらーっとしてきちゃって、なんでしょうねこう貧血というんでしょうか、うん、まあその辺はねちょっとその不満が残るものの、まあ、でもなんだかんだ言ってね、あの大きなお風呂でゆっくりね浸かると、こうなんて言うんでしょうね、家のお風呂だとそんなにゆっくりな長くね使ってられないじゃないですか。だけど銭湯だとこうゆっくりとこうねふわーっとこうねゆっくり使って体の芯まで温まる、そんな感じがねするのでね、いいなと思います。いやよかったよかった、なんだかんだゆっくりして腰もね回復したような気がします。もうねあとは寝るだけでございます。ちょっとお布団のね準備をしようと思います。僕ね何の意味があるのかわかんないですけども、ちゃんとね布団をね上げ下げしてるんですよ。これマットレスなんですけども、こんな感じでパタンとしてですね、そ
そしてこんな風にして布団をよいしょ準備すると、まあそんな大した作業じゃないんですけどね、こうやってまあ布団上げ下げするとねメリハリがつくっていうのと、まあ、日中ねあんまり邪魔にならないっていうメリットがあってですね、僕的には気に入っています。まあこうねこんななんつうんでしょうか、ちょっとした作業も腰が痛かったりするとねやる気が起こらないんですけども、この頃ねようやくこれもね上げ下げできるようになってきてですね、まあバイトもねようやくちょっとできるようになってきたので、これからはねちょっとバイトも増やしていきたいなと思っている今日この頃でございます。はい、そんな感じでねこのチャンネルでは僕の日常の動画をいろいろと上げております。以前はね僕ドイツに住んでおりまして、ドイツの動画を上げていました。そして2年ぐらい前ですかね、日本に戻ってきてですね、滋賀県の実家でニートをやってまして、その後ですね大阪で無職一人暮らしの動画を上げております。今現在大阪で無職一人暮らしでございます。このチャンネルのね続きが気になる方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。